ラフロイグが友達のためのウイスキーを発表しました。日本でも人気のシリーズカーディスの最新作、カーディス2024を発表しました。カーディスとはゲール語で友情を意味する言葉で、毎年リリースされるカーディスシリーズは、ラフロイグのコミッティ、フレンズ・オブ・ラフロイグのために販売されてきました。2024年のカーディスは、過去に販売されたウイスキーを組み合わせたようなウイスキーとなっており、フレンズ・オブ・ラフロイグの30周年を記念しています。2019年に販売されたトリプルウッドと、2021年に販売された PX キャスクを組み合わせた10年熟成のウイスキーとなっており、公式のテイスティングノートによると、香りは甘いバニラカスタード、ミルクチョコレートでコーティングしたレーズン、スパイスの効いたオレンジの風味が特徴で、味わいはリッチで甘く、オイリーな口当たりで、キャンプファイヤーの香りがします。フィニッシュは長く、わずかに甘く、ドライで、ピートが豊富なスモーキーな後味が残ります。カーディス2024は、アルコール度数 52.4% で販売されます。